はい、皆さんこんばんは。戦えドリームチーム実況プレイようこそいらっしゃいました。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。9月ログインボーナス、今日はこれをプレゼントするわ。ありがとう。ログインボーナス、ウッキーウッキー、これで今日も頑張って。どうもありがとう。そんなわけで、今回はですね、オールスターチームとの対決になりますので、好きあらばユミクラ発動させております。ではではやっていきましょう。全国制覇への道その4。あ、この2人出てくんの。そうしましたら、パワープレイお借りします。ちょっとは強くなってるのかい。煽ってみる。まあ立浪高校強かったもんな。よっしゃ行くぞ。勝負だ。よし来い。まず弓倉がね、今回入ってくれているおかげでパサーがもう一人増えてますんで、最近ね、普通のパスだと結構カットされますからね。勝負だ。負けない。こういう存在はありがたい。うん、一旦かわそうか。いけ信行。日本一のミッドフィルダーはこの俺だ。勝負だ。ナイスパス、いくぞ。お、何？榊くん。ナイスフォローだね。勝負だぜ。よっしゃ、じゃあドッペルゲンガー行ってみよう。行け、カビソリシュート。ここだ、くらえ。ピキーン。パスカットできてますね。持ってないんですよ、パス技。だからこれで代用するのさ。よし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 、これを。おお、ソーダが拾う。それをマサオくんが奪い返しに行く。宇宙サッカーといえば立花兄弟の先輩特許だぜ。ナイスカット。翼。おートール。高いボール。翼のお箱オーバーヘッドはないのでヘディング。強烈。どうや。オッケー。つつ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 。俺は必ず勝つ。いいね。ここでさなえちゃんの頑張って翼くんっていうのがね、聞こえてきたらなおさら燃えるものがありますね。そういう機能があったらね、僕は嬉しいな。これほら、今全力ボタンっていうのがあるでしょ。これがさ、例えば押すとサナエちゃんのあのでっかい応援機を振ってるカットウィンが挿入されたらかなり熱いよね。そうしたら、うん、このまま行こうか。以前にも少し話しましたけど、サナエちゃんとか翼のお父さんとかね、そういう選手ではないサブキャラによるなんかサポートカード的なものがあったら、僕のコレクター心がかなりくすぐられますけど。うん、よっしゃ。例えばこうやってやるとね、頑張れ兄ちゃんみたいな感じでヒューガ君の弟たちが現れて、ヒューガがお前たちみたいになってくれたりとかね。よっしゃ。まあ個人的にはね、後方のスカウトのおばちゃんを僕は推したいですけどね。いつものさ、あの小さな双眼鏡みたいなのを持ちながらね、勝った方をスカウトするわ。でヒューガ君ゴーみたいな、母ちゃんや弟たちのためにもみたいな。そう、全力ボタンの代わりにそれが発動するみたいなね。行けドライブパス。
夫だ、こいつ、うん、あ、そうだ、まこと。そうだね、ここはじゃあプライドにかけてノンファイヤー。これが技のプレイだ、いくぜノンファイヤー。うわー、勝負だ中西。まあ、中西だから余裕でしょ。入る入る、止める、嘘だろ。心にぽっかり穴が。シュナイダーまで。違うんですよ、日本サッカーのレベルが格段的に上がっているんですよ。勝負だ、ほらタックルだ、よし翼、そっから佐野くんに通るかな、通る、高いボール行ってみよう。あ、伊藤くん覚えてるよ。お、レザーキくんは覚えてないけどやりますね。俺は負けん、よしこい、勝負だ、任せたぞ。奪ったら速攻で、よし、ピンポーン、止める、強い、よし、それ ということで南部校フースボルの快勝。勝った、勝ったぞ、やったね。初回クリア報酬、協力ありがとうございました。で次はその後。今度は松山くんか。小田くんもねなかなか強敵ですよ。そうしましたら、あ、ジャパニーズサッカーだ、お借りします。うん、チーム総合力やっぱ上がってますよ。行ってみよう。下がって下がって、サイドへサイドへ、いいね、美咲くんがもう待ってくれてます。よし、ここを通す、行け、ドライブパス、よろしく。美杉くんはね武蔵医大附属に進学しているんですけど、ゲームのキャプテン翼2と違って心臓病のね克服に向けて3年間頑張ってるんだよね。サッカーは一旦お休みして、そこがあの原作のゲームの大きな違いですかね。よっしゃ、どうだ、オッケー、ナイスゴール。美咲、正規くんはねなかなかの強敵ですからね。伊達に加藤くんに代わって正ゴールキーパーやってませんよ。そうでもね、美杉くんもものすごく勉強熱心で勉強を積んだ結果よく研究してるんですよ。この後開かれるあのオランダとの親善試合でもね、三上さんよりも的確な戦術アドバイスをするっていうね。勝負だ、よし来い、うん、じゃあノブ、僕はね美杉くんすごく応援してます。っていうのもね、僕にはね年の離れた妹がいるんですけど、その妹もですね心臓病を患っておりまして、
うん。行ってみるか？まあ、マーガスにはなかなか高い球を送るのは大変なんでね、思いっきり高い球、思いっきり空高く上げるしかないんじゃないの？それこそヒューガ君が今日いたらね、タイガーパスをさ、ライザーボールみたいな感じでさ、送ってもらいたかったね。よっしゃ。ハーフサークルフォーメーションで来てたんだね。さあ、ちょっとお疲れ気味。おー、三田くん。ここ大事。特に小田だし。ちょっと待って。全力。頼む。よっしゃ。まあ、年齢違うからね。そうだな、ちょっとかわしてマーガスにパスを。あしらっちゃえ。スッスッス。マーガス。どうだ？低い。おお、ダイレクトシュート結構決めてますね、マーガス。いけ。やるねー。もらった。ここで終了。よし、みんなお疲れ様。初回クリア報酬。協力ありがとうございました。で、次が、その6？ よろしく、タイって。じゃあ、望むところだ。そうしましたら、力の証明、お借りします。さ、行ってみよう。お、弓倉から入るんだったら、いいね。すぐパスが出せる。あ、佐野くんだ。ピンポイントパスを。じゃ、せっかくなんで、ソーダくんに。お、こぼれ玉、ボールがラインを割りました。ドッジボール？フースバルボール。みすぎくん、よくわかってるね、ノブは。ドライパスを、みさき。いいぞいいぞ。通る。低いボールだ。あ、ジトーがいる。勝負。
よっしゃ、突破した。オッケー、ノリノリだぜ、美咲。美咲は高校の時ね、あまりに東方にやられすぎてスランプに陥るっていうね、あの美咲くんが。そういう展開もあったりとかしてね。おお、やるなぁ。おっしゃ。しないだ。早いね。ワンツーでかわせることはできないか。ドリブル。プライドにかけて。なんと。今日しないだ、ちょっと、へし折られまくりだな。いすぎくん、あ、捕まった？例によって30分ハーフであれば、このぐらいのタイミングで打ちましょう。いっけー。何？よし。いやー、よく頑張った。そうしたら、美咲くんを下げて、マーガスを入れて、いや、ミサキくんをこっちにして、L。スキハラバ L 発動。さ、行ってみよう。やるー。いけるとこまで、いけるとこまで。めちゃくちゃいいフォワードだな、マーガス。お、慈瞳さん拾うか。そっからまさか打ってこないだろ。お、ドリブル。やるね。そうだよ、俺は負けない。プライドにかけて。よっしゃー、ナイスプライド。奥村よく拾うね、この子も。さ、ここ大事。えらい、めちゃくちゃえらい。カミソリシュートで、フォワードの皆さんは上がってください。ピキーン。ミサキの動きがいいね。これを翼が拾う。ミサキくん、つながる。勝負だ、慈瞳。はい、パワーブロック。これはまさか。すげえな。お、マーガス、えらいすぎる。翼シュート。やばい、慈瞳が燃えてる。シュート。さすがキャプテン。ということで、南部高フースバルの快勝。おお、3試合とも2対0ですか。
そして嬉しいことに、今回は途中でハングアップしませんでした。やったね。時間帯がいいのかな？でもまあ4時台で、あれだよね、ハングアップしたよね。初回クリア報酬。協力ありがとうございました。ということで次は、その7？ 石崎くんのことは軟活か。よし、とりあえず今日はここまでにしたいと思います。この後は久しぶりにガチャのコーナーを開催します。ささやかにね。さあ、ガチャのコーナーです。サナエちゃんのね、このスターセレクションっていうのはあるんですけれども、うん。ちょっと待って。これが30でできるって？で、私今32あるって？あと2日？とりあえず今日はね、このフレンドガチャをやりたいと思ってたんです。行ってみよう。シュート。ふん、シュナイダーが燃えている。おお、すごい。アイドル天国。お、なんだこれ、なんだこの演出は。ちょっと待って、選手何これ、あ、コーチね。びっくりしたよ。選手かと思ったよ。だって今日、サポートキャラっていうかさ、サブキャラのお話をしてたからさ、一瞬、ロベルトがさ、なんかそういうさ、シークレットで出んのかと思ったら、違ったよ。でも、笑ってしまいました。じゃあ、あれだ。やりますか？せっかくだからね。この、10連、30で引かせてくれる、そうなんで。行くぞ！シュート！静かに終わりましたね。まあいいでしょう。はい。お、なんと、ポイントガチャチケット、うぶでし、もう一回やれるよ。マジで？もう一回やれる？もう一回やっちゃう？今日、じゃあガチャバス、あ、やれない。枠がいっぱい。じゃあ、このガチャチケットは、明日、持ち越しにしたいと思います。本日は最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。またね。さよなら。楽しかったです。